こんにちは、恐竜ジャー JP です。今回は恐竜ジャーの映画の劇場で買ってきた、こちらのボールペンをご紹介します。今回の映画ガブリンチョデミュージックの、限定商品になってます。他にもいっぱい商品はあったんですけれども、一番良さそうなこれを選んで買ってきました。値段は750円だったと思います。意外と値段するんですけど、ここにはびっくりするようなギミックがあるようなので、早速中を見ていきたいと思います。はい、ボールペンはこんな感じになってます。結構カラフルですよね。でここに、充電池が、描かれているんですけれども、今これ2番のパラサガンが、描かれています。でこの先っぽのボールペンを出すと、僕の予想が当たってれば、おお、今ボールペンが出ると同時に、3番、ステゴッチの充電池に変わりました。次もう一回押してみます。おお、ザクトルですね。このように、5番、ドリケラ、6番プテラゴードン、1番ガブティラ、このように、ボールペンを出し入れするとともに1から6の充電池が切り替わってくれるんですよね。これはすごいですよね。よく考えられてますよね。ありそうでなかったような、ボールペンですね。これインク自体は普通に、いつものボール普段の、普通の一般的なボールペンのような青っぽい黒になってます。まあ、ボールペンだったら普段でも全然使えますからね。多少お値段はするんですけれども、こういうギミックがあると、嬉しいんじゃないかなと。ということで今回は、劇場で、購入できる、ボールペンをご紹介しました。